こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。本日私は東京の日野にございますアトリエカフェ R から、放送をしております。なんとですね、本日大変著名なゲスト様にお越しいただきました。風刺画として、様々な雑誌新聞等で連載をされておられます、画家のマット天野さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。画像が動かないかな。多分動いてると思うんですよ。これでこんな風に今見えています。はい。で、天野さん、本日、なんとアトリエカフェ R にお越しいただきまして、私たちが今開催しております、AI、なんだっけ、セキュリティ&AI 展に、参加していただきました。ご感想をよかったら、あと自己紹介ですね。まず自己紹介をお願いいたします。はい。いいですか？はい。名前はマッド天野、カタカナでマッド中黒天野というペンネームですけども、はい。これを数十年ずっとこの名前でやってるニュースです。はい。で、今まあ、画家っておっしゃったけども、まあ、自分ではパロディスト、風刺作家ということで、はい、長年やってきてる人間で、まあ、パロディというのはなかなかこの国、日本では根付かないんですね。それを悩みつつ、今日はまた久しぶりに増山玲奈さんにお会いできて、はい、大変嬉しく、ひとときを過ごしています。はいはい。あとで YouTube の方でもご覧いただきます。ラジオの方は映画は見えないんですけれども、なんとですね、天野さん、本日初めて、AI アートに挑戦をしていただきまして、本日この場で、こちらのノーパロディもノーライフという作品を、制作していただきました。これも面白かったですよね。はい。この作品は、まあ、よその方なんだけども、このキャッチフレーズは私が作った、ノーパロディ、ノーライフ。はい。パロディのない世の中は飽きない。はい。というような意味なんですね。これ、はい、英語で書きましたけどもね。はい。しかし、まあ、いずれにしてもパロディって、皆さん方どう思うか。この日本で本当にね、今、すごい圧力がかかってきて、風刺パロディなかなかやれない。そうですか。状況なんですよ。さまざま、この表現の自由や、弾圧っていうのも以前に比べても、表現をしにくくなっているということがあるんですか？いや、もうこれはね、一般の皆さん方は普段の生活でね、なかなかその表現の自由とか、はい、なんか圧力とかそういうこと感じないと思うんですよ。はい。ところがマスメディアとか、まあ私たちのような、情報産業の中で、はい、自分の意見を語るという、それを仕事にしている人たちは、はい、とにかく自分の意見言うときに、はい、もう、政府が全部監視してますからね。はい。だからその政府が監視してるっていうことを皆さん方はほとんど感じないんで、はい、そのギャップがあるんで苦労してますね。はい。多分レナさんもそうだと思うんですよね。そうですね。ついなんか選ぶテーマがそのタブーに触れることばっかり興味があって。はい。そうだよね。まあタブーっていうと悪いみたいですけども、はい、一番人間が生きるにあたってね、はい、大事なことなんですよね。はい。大事なことが侵されてるから、そこダメだよというレナさんもそうだよ、ね、私もそう。するとそのダメだっていうことを言われちゃ困るどっかの国の政府が存在してるわけ。はい。ね、困ったもんですね。天野さんも、先日まで、個展を開催されていまして、これが進化をテーマにした作品で、人類は進化しているかという、テーマで、作品を作られているわけなんですけれども、この中で描かれている表現っていうのが、はい、その、猿から人間に進化して、ね、最後なんかこう戦争をしてるみたいな。そうですね。しかもその、ま、下が穴が開いてるみたいな。あの、はい。アップの番組で、これはね。はい。
今お話にあったように、猿からだんだん原始人、それから現代人で、現代人の先になんか武器を持った、兵隊がおりますけれども、さてその先に穴が掘られてますと、もう一歩踏み出すと穴に落ちるよと、はい、で自然のあのカルガモの親子たちがね横を歩いてますね。これは最も、はい、愛情あふれた家庭を表している。だから人間と比べて動物たちは本当に純粋なね生き方をしているのに、人間はなんか武器を持った人間がばっこしてる、はい、困ったことだ。だから、ね、本当に人類は進化してるんだろうかっていうことを、まあ今ここでご覧になった聞いてる方に問いたいということですね。はい、この AI アート展で私たちは AI 共存芸術集団パラミタという団体を作って、東大で AI の人工知能開発に携わられている山川博史先生と共に新しい人類の進化の形を表現しているんですけれども、その中で人間だけだと、戦争をしてしまったり、核戦争の恐れもあったり、誰か強人がボタンをもし押してしまったらもう明日地球がなくなっちゃうかもしれないっていうような状況に今なっていると。また、ウイルスが世界的に、蔓延して、パンデミックを起こして、このままだと人類が生存不可になるんじゃないのという、局面にいるということを確認しながら、AI という新しい、存在を人類に受け入れながら、生命の、どこまでを生命体、どこまでを友達、どこまで仲間、どこまで信頼するチームになるのというエリアがだんだん変わっていく過程にいるんだよということを本日天野さんに解説をさせていただきました、はい、で、人間の進化というのが今後どこに向かっていくのかということを今まさにこう表現していくのが私たち芸術家の、仕事なのかなというふうに思っておりまして、以前から天野さんの作品を同じ雑誌に連載をさせていただいたり、している中で表現を拝見しているんですけれども、その中で問題意識とかいうことを実はあんまり話し合ったことがないから、うん、今日はすごくいい時間を過ごさせていただいているなと思っております。いや、なんかこう時代がね、はい、させてくれているのかなと思ってね、はい、今日もね私東京の外れの駒込の近くに住んでいて、はい、電車もね結構、はい、出てきたけども良かったですよ。 ありがとうございます。レーナさんの元気の姿も入ってきたし、はいはい、何よりもこれからね、はい、私たちがやっていかなきゃいけないテーマがね、はい、お互いの持ってるものがこう、はい、結構で、はい、見つかったっていう感じがしたのでね。そうですね、年は取りましたけどもね、新たにこう活力がね、はい、出てくるような気がして嬉しいですね。こちらこそ、はい、大先輩にそう言っていただけて本当に、はい、光栄に思っております。天野さんの個展の中にニューワールドオーダーという言葉があって、で、そういった今後人類削減だとかいうことも計画されているというようなことを匂わせる作品もあるわけなんですけれども、私がなぜ今 AI と組んで新しい時代のビジョンを作っていきたいかというと、そっちのシナリオにさせるかよというのがあるわけですよで、そっちのシナリオにさせないためにはやっぱりそこに愛を投入して、で本来生きとし生けるものが尊重し合えるような、進化っていうものができるんじゃないのって。ただそれは単に受動体で時代を待ってても起きないと思っていて、だからあえてその中心に殴り込みに行こうかなっていう、そんな気持ちで、で天野さんも一緒に殴り込んでいただけたら心強いなとは思ってるわけなんですけれども、
はい、まあ、いずれにしてもその殴り込みする相手ですね、はい、相手がこれ今あのお聞きになっている皆さん方には理解しがたいことなんですが、ものすごい巨大な権力です。はい、もうその権力あの誰ってこう言えないぐらいの、はい、この地球上全体をね、はい、もう把握してるすごい権力、そこに立ち向かうんでね、私たちね、よほどなんていうのかな、身の回り気をつけつつ、はい、それで連帯を広めるっていうことかな、はい、だからぜひこの、 あの聞いてる方々に参加していただいてね、はい、で頭の脳みそをね覚醒化してほしい。はい、その殴り込みっていうことは私がつい使ってしまったんですけれども、多分その攻撃をするという雰囲気で言っては飲み込まれてしまうと思うんですよ、対立構造に。そうではない包み込むとか、うん、愛で溶かすぐらいな感じですかね、なんか、うん、そういったこう広い、視野を私は提示して、うん、なんならその相手の、本質も変質させちゃうぐらいの、はい、なんかこう愛を AI に教えたいっていうのがあるんですよね。で、天野さんの作品は、ご自身でこうフォトショップとか加工をしながらコラージュするという手法が多いそうなんですけど、今日私は AI アートにちょっとスカウトしてしまったんですけれども、こういったシリーズもぜひ天野さんもこれから私たちが作っていく、新しいイルミナティカードが世界を悪魔の方向に示すカードだとしたら、私たちは侍がそれを良い方向に示すような、アートシリーズやカードのシリーズを今展開していまして、そこにも天野元康さんもアドバイザーで入ってて、なのでマッド天野さんのダブル天野様もなんかお力やアイデアをいただきながら作れたらいいなと思っています。あとさっき天野さんにプレゼンしようと思ってまだできてなかったこのですね、この資料を、画面共有しながら行いたいんですけど、2023年にはドバイ国際アート展で今お伝えした侍が世界に渡って世界に、価値観の変化をもたらしていくような作品を展開していまして、で、そこにアート雑誌ウィッシュを持っていこうと思ってまして、そこに向けてですね、今アーティストさんに呼びかけながら新しい人類がどうやって進化していくのと、愛と光に満ちた世界をどうやったら作れるのかなみたいなことを、うん、表現している、冊子を作っていきたいなと思ってまして、よかったらぜひ天野さんも仲間になっていただけたらなと思っております。あ、嬉しい、ありがとうございます。こちらドバイ結構人気らしいんですけど、うん、この場所を、取っていただいて今、今月制作してるんですけれども、でクラブハウス社さん の、 コーディネートのもとですね、ドバイの紀ノ国屋さんなどでもこの、冊子を販売予定です。で、これで私2023年の5月はウェルネスツーリズムエクスポっていうお台場のエクスポに参加をしまして、そこで、今撮ってるですね、歳三の刀っていう映画がなんとか今年中に仕上げたくて必死に奮闘しながら編集をしてるんですけど、侍が世界に渡る映画をつい作ってしまって、これに3000万4000万ぐらいかけちゃったもんで大変なんですけど、それだけかけたからやっぱり仕上げてですね、プロモーションを日本と世界にしていきたいと、で、世界に出て日本のことを忘れちゃうんじゃなくて、やっぱりなぜこの映画を作ったかというと、日本の伝統芸能だとか地域の魅力を世界の人に知ってもらいたいなっていう思いで作っているんで、こちらをですね、先ほど の、 お台場の、ウェルネスツーリズムエクスポ健康になる旅行、というのをメタバースと一緒に連動しながら、ロケでお世話になった各地 の、 メタバースも作ったりしながら、そしてそこをドバイでも PR したり、
フランスでも PR したりしながら、ローカルを大切にしてなおかつ世界にということを体現していきたいなっていうふうに思っています。で今はこの東京の日野から放送してるんですが、日野は侍の町でして、そうなんですか。ここで土方歳三さんが生まれた町なんです。そうなんです。で高畑不動で幼い土方さんが剣を習ったりして、でこの町でこの映画を撮っているので、地元を盛り上げながらということを今考えています。はい、ありがとうございます。